さあ、こんにちは。やってまいりました、名古屋の靴磨き TV の時間でございます。今日はなんと、あの大人気の靴磨さんと一緒に靴を磨いてみたいと思うんですけども、はい、今回は靴を磨き比べる動画ということで、靴磨さんに自分のこのトリッカーのバートンを磨いてもらいます。はい、で僕は、カルミナの、茶色の感じのキャップをバランサーに磨いていただく。はい、で、どうなるかを検証してみます。一応フルメンテをこれからしていくっていう流れでやっていきたいと思います。若干緊張してますね。そうですね、まだちょっとコツコツでちゃんとセリフがね考えられてないんですけど、大丈夫です、やってみたいと思います。じゃあ私はまずはこのモーブレーのライトブラウンでシュークリームジャー、シュークリームジャーを使って補色していきたいと思います。はい、僕はこれクレームの黒ですね。はい、をちょっと穴飾りがあるので、このブラシをお借りしてちょっと細かく隅々までやってみようかなと思います。割合的にはどうです、このグローブの靴とそういう靴と。フルグローブの靴が今把握してるだけで5足、はいはい、じゃないのが3足。ああ、そっか、でも3足もあるのか。3足なので、まあ、ほとんどは。なるほど、なるほど。ブローグ半分、はい。すごい。めっちゃ革質いいですね。革質いいですね、それね。細かいですね。なんか、その銀面、表面を、なんか、薄くすいてやるみたいなことを聞きましたよ。薄く、なんていうの、その表面を1枚こう。剥がすというか、OK、どうですか。ブルーブローグは持ってないので、欲しいなと思ったんですけど、ぜひ。次は何を狙ってるんですか。そうなんですよ。そうなんですよ。いろいろ欲しいのがある中で、次は絶対これっていうのは正直決まってなくてですね。ああ、そうなんですね。そうなんですよ。よし、そしたら一通りが、そうですね、クリームを入れるところも入れたので、ワックスを入れていきましょうかね。はい、これを使います。大丈夫かな。大丈夫です。すごい、ゆるいワックスです。僕はあれですね、キウイの、すごいですね。塗りやすい。いや、これ気遣いますね、難しいわ。そこのつま先のところ特に多分ちょっとイラッとすると思うんですけど。横広いんでしたっけ、名前さん。横と甲がとても広いんですよ。甲が、そうかそうか。いつかは。片岡さんの、はいはい、着火ブーツを作ってもらったんですけど、うんうん、やっぱあれはもう最高ですよ、あれってもう履き下ろしされてました。もうちょいちょい、2、3回使ったんですけど。あ、そうですか。秋になったら本格始動かなと思ってます。よし、すげえな。完成です。ちょっと僕じゃあ最後に最後の爪楊枝で、よし、爪楊枝で、ちょっと待ってください。ちょうど出てる。ちょうどありがとうございます。ここに入っ、これここに入っちゃってるんで、これを取って完成です。いやー、お疲れ様でした。お疲れ様でした。頑張りました、私たち。いやー、ちょっと緊張したわ。全然、いや、緊張しましたね。いや、永井さんすごいですね。いや、結構やっぱ、革質もすごいな。自分の実力よりやっぱこう、助けられたんじゃないでしょうか。いやいやいや、やっぱりあれですよ、実力ですよ。あ、めっちゃ綺麗じゃないですか。僕、サイドいつもそこまで塗らないんで。あ、そうなんですね。そう、やっぱ綺麗ですね。そう、塗った方がやっぱ綺麗かなと思ったので、うん、つま先とか鉄管って感じですけど。先、そうですね、こんな感じに。え、すごいな、めっちゃ綺麗。ありがとうございます。いえいえ、すごい。ヒール周りはこんな感じですね。つ
ってるんでしょうかね。あ、大丈夫です。ちょっと外のね、天気のいいのが太陽光が入って、太陽光いい感じです。すごくいい感じ。すごいわ。ちょっと僕この後のこう見せるのすごい。すごいなんか嫌なんですけど。あまりこう厚塗りしてワックスで穴埋めてみっともなくなんないようにちょっとじんわり全体的にっていうのを意識してちょっと頑張りましたけど、もう光ってますね。まあ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 多少はもうちょっとね、多分こうピカピカってなり始めそうな。そうですね、時間かかるんですよね。かかとはまあこっちもほんのりですね、割とつま先に集中しました。いい感じですね。パートにはこのぐらいの方がもしかしたら、そっかそっか、雰囲気に合うのかもしれないですね。あんまりギラギラにねするよりは。バックカントリーシューズなんで。ナイスフォロー。いえいえ、ちょっとね、ちょっと左右差があるなっていうのが僕あのあれでしたね、あの失敗というか。今右のが、右とかこっちの方がちょっと若干光が強いのか、気持ちの気がします。つま先はちょっとこっち弱いなっていう感じでした。そうだ、ちょっと気持ちそうですね。気持ち、うん、この辺自分はどうでしょうね、左右差そんなに。いや、ラマさん綺麗だわ。見せたかなと、ないかなと。綺麗だわ、ラマさん、すげえな。ありがとうございます。いや、ありがとうございました。いや、とってもとっても楽しかった。やっぱりこう、いろいろ発見がありました。そうですね、難しいところもあったり、こう、うん、普段と違って簡単というか、やりやすいっていうところもあって、はいはい、やっぱりブログからパンツのキャップとかストレートチップだと、うん、こう普段よりやりやすさが増すんだなと感じました。ね、くすみさんは自分が思ってる以上にやりづらかったと。僕ね、やりにくさしかなかったですよ。そうですよ、ね。悪い意味じゃないけど。いや、難しかったです。いや、そうです、ね、そう、緊張した。磨いてもらっちゃってありがとうございます。こちらこそ。喜んでます、バートンちゃん。いや、僕、喜んでますよ。カルミナちゃんもすごい可愛かった。はい、可愛い。可愛いんですよ。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、そんな感じでまた、はい、他の靴でもできたらいいですね。そうですね、うん、いろんな靴を今後もちょっと磨き比べとか、そう、ね、いろんなことやっていきたいと思ってますんで、ぜひまた、はい、皆さん見てください。はい、よろしくお願いします。それじゃあまた、バイバイ。バイバイ。